はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね、動画なんですけれども、はい、ここキッチンからね、料理動画、こちらをね、お届けしていくわけなんですけれども、まあね、私のね料理動画いつもねアメリカンフードにね、こだわってやってきたんですけれども、今回は、はい、聞いて驚いてください。もう驚いてくださいっていうね、そういう言い方もあれなんですけども、はい、アメリカのね伝統的な食べ物ハンバーガー、こちらをですね、お届けしていきたいなというふうに思うんですけれども、まだ続きがあります。はい、今回はねYouTuberらしいね、そういったね、企画をねちょっとやりたいなというふうに思っております。で、はい、今回もねご用意いたしました特選素材、こちらをねまずねご紹介していきたいなというふうに思います。はい、それではね今回の特選素材をですね、ご紹介していきたいと思うんですけれども、こちらでございます。はい、ドーン。なんじゃこりゃーってねなると思うんですけども、はい、こちらね、サーロインとロースのひき肉、ビーフ 100% のねビーフパテをですね、ご用意いたしました。でね、こちらなんですよ、ちょっと見てくださいこれ。はい、これね3分の1パウンドって書いてあるでしょ。で、これね、ビーフパテ、1枚の重さが3分の1パウンド。はい、約 150g あるわけでございます。はい、というわけでね、まあ、今回ね、まあ、YouTuber らしいね、企画ということなんですけれども、はい、ここで発表いたします。はい、肉1キロのハンバーガーを食べれるまで寝られません。こちらをですね、ぜひやってみたいなというふうに思います。はい、肉1キロでございますね。やりますね、とうとうね、YouTuber らしいね、こういう食べ物企画なんですけれども、まあね、どこぞでね、聞いたことあるような企画なんですが、まあパクリではないかもしれないけど、ちょっとパクってるかもしれないみたいなね。どないやねんみたいなね、そんな感じなんですけども、はい、今回の企画、はい、肉1キロのハンバーガーを食べれるまで寝られませんというですね、そういった企画をお届けしていきます。で、今回なんですけども、はい、まあ、1キロっていうことなんでね、このね、ビーフパテ6枚、プラス、はい、ベーコンでございますね。おなじみのね、ベーコン。こちらをね、100グラム分用意しましたので、それを使ってね、ハンバーガーをね、作っていきたいと思います。まあね、私のね、料理動画をね、よく見てくださってる方はね、ご存知なんですけども、今回も、肉祭り。こちらでございますね。それではね、早速始めていきたいと思います。はい、それでね今回挟むものあらかじめ用意しておきました。はい、まずレタスですね。はい、野菜も食べないとね視聴者さんに怒られるんで、レタスと、あとですね、はい、グリルドオニオン、はい、もうすでにね、焼いた玉ねぎ、こちらを用意いたしました。で、最後こちらですね、はい、ベーコン 100g 分用意しております。はい、でこれにね、ビーフパテを6枚追加するわけなんですけども、ソースはですね、はい、毎度おなじみのバーベキューソース、こちらをですね、挟んでいきたいと思います。はい、まあね、今回なんですけども、まあ、料理動画というよりはどちらかというとね大食い、これにね、近いような企画なんですけれども、まあね、まず作るところからですね、まあ、いろいろ相談していきながらね、やっていきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。それでは、はい、ビーフパテですね、こちらを用意していきたいと思います。はい、今ね、ビーフパテ、6枚出したんですけども、ご覧ください、この厚み。見ていただけますか、これ、多分ね、10センチぐらいあるね、厚みなんですけども、これでね、約900グラムあるわけでございます。はい、というわけでね、早速ね、こちら解凍してね、味付けをしていきたいと思います。はい、今ね、ちょっとね、解凍しようと思ったんですけど、ちょっとね、解凍に時間がかかりそうなんで、もうね、ここはね、男の料理ということで、もういきなり焼いて、で、焼きながらですね、味付けをしていきたいと思います。それではね、早速ね、がっつり焼いていきたいと思います。はい、それではね、フライパンがね、温まってきたらね、早速ね、ちょっと油を入れて、はい、焼いていきましょう。一度にね、多分3枚ぐらい焼けると思うんで、3枚ぐらいね、ちょっと焼いていっちゃいましょうかね。はい。よっ。よ、やべ、これひょっとしたら2枚が限界かな。ちょっと一回いってみましょうか。ほ、あ、やべ、うまく入んないかもしれない。まあやるだけやってみよう。あ、3枚ぐらい、うん、3枚ぐらいいけそうですね、こんな感じでね。 OK、 そしたらね、がっつりね焼いていきましょうかね。焼くときはね、ちょっと弱火でね、あんまりね、強くいかないようにしたいなと思います。はい、ここでね、まず塩入れまーす。はい、で、続いて胡椒ですね。
もうね、かなり適当です今回は。少しずつね、いい感じでね、焼けてきてるんじゃないかなというふうに思いますね。よし、ではね、ここいらでちょっと一回ひっくり返してみましょうか。よし、ほっ、あ、いい感じの色で焼けてるかもしれない。こんな感じでしょうかね。はい、もうちょっとね、焼いていきましょうかね。あ、そしたらね、一応ね、ここでもね、一応塩コショウ軽くしときましょうか。はい、もうカウント軽くね。結構油出てきましたね。さすがサーロインって感じですね。はい、ほら見てみて、これさ、肉汁がさ、結構出てきてるんですよ。これジューってね、やばいよね、溢れる肉汁。はい、というわけでね、肉6枚分焼き上がりました。これで約 900g あるわけなんですけれども、早速ね、これからね、バーガー、こちらをね、使っていきたいと思います。っていうかさ、これ本当にできんのかみたいなね、そんな感じなんですけども、まあね、やってみてダメだったらなんとかするということで、早速ね、盛り付け、っていうかね、バーガーの制作にね、入っていきたいと思います。やっぱ一番最初はね、やっぱレタスかなっていう感じで、ちょっとね、レタスをですね、このようにね、軽くちょっと引きましょうかね。はい、もうちょっとね、こうやってちぎってね、こんな感じでね、レタスを置いたら、次はですね、この上にビーフパテいきましょうか。はい、まず1枚、はい、で、ちょっともう1枚ぐらいいっとこうか。そしたらもう1枚ぐらいね、乗せましょう。はい、こんな感じですかね。はい、そしたらね、この上からね、はい、バーベキューソースですね、これをね、ちょっと一回塗ってみましょう。こんな感じでね、まあね、そんなに量はね、多くしない方がいいと思うんで、はい、こんなもんですね。で、これを、はい、ちょっとね、軽くこうやって伸ばしておきましょう。はい、こんな感じでね、はいはいはい、あー、いい感じですよ、いい感じですよ、いい感じですよ、はいはいはい。そしたらね、この上にね、ちょっと軽くオニオンいきましょうかね。こう、オニオンをこう、ちょっとこうやってね、ちょっとこういう感じで乗せましょうか。はい、こんな感じかな。ちょっと待って待って待って、こんな、あー、ちょっと多いかな、多いか、多いよね。はい、で、そしたらね、この上にね、ベーコンいきましょう、ベーコン。はい、ベーコンをね、こんな感じでね、はい、1枚、2枚、3枚、あ、こんな、あ、こんな感じでしょうかね。はい、あ、あ、いいんじゃない、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない、ほら、これだけでもね、結構美味しそうなね、感じがしてきますね。はい、そしたらね、次にね、さらにね、こうレタスいきましょう。はい、レタスですね、レタス、はい、こんな感じでしょうかね。はい、レタスはね、結構ね、量を用意したので、はい、こんな感じでね、はい、ちょっとこんな感じで乗せましょうか。はい、ここでちょっと軽く押さえる。はい。そしたらね、今度はね、もう一度ね、ビーフいきましょうかね、ビーフパテ。はい、こんな感じでね、はい、ビーフパテをね、1枚1枚にしようかね。はい、1枚にしましょう。1枚にして、で、この上から、はい、オニオンいきましょう。はい、オニオン、オニオン、はい。ちょっとこんな感じですかね。はい、こんな感じにしたら、はい、今度は、はい、ちょっとここ結構ギュッと押さえないとやばいですね。はい、で、そしたらね、この上からね、はい、ビーフパテいきましょう。はい、ビーフパテもう1枚、はい、こんな感じでしょうかね。はい、ちょっとね、これ横から見ます、一度。はい、今ね、横から見るとこんな感じですね。はい、かなりね、やばいことになってますね。はい、はい、そしたらね、続いてね、いきましょうかね。はい、そしたらね、この辺りでまたバーベキューソースちょっといっときましょうか。はい、バーベキューソースね、いやー、ちょっとかけすぎた、やばい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 。はい、こんな感じでしょうかね。はい、こんな感じでね、バーベキューソースをこうやって塗ったら、はい、次にね、今度はベーコンいきましょうかね。ベーコン、はい、ベーコンこんな感じ、やばいよね、やばいよね、やばいよね、これ。はい。で、ここにもうちょっとオニオンいきましょう。はい、オニオンね、はい、ガーってなってね、はい、ここでちょっと軽く押さえる。はい。そしたらね、この上にね、はい、レタスね、はい、ちょっとね、2枚ぐらい乗っときましょうかね。はい、あー、崩れた、あー、はー、やばい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 。はい、これ、あー、どうしよう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 。はい、応急処置、応急処置で、はい、これも、はい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 、こう、はい、治った、よし、オッケー。はい、ここでね、秘密兵器、はい、竹串の登場です。これをね、ぐさっとね、こうやって刺しておきましょう。はい、型崩れ防止ですね。
ほら、よくあるでしょ、これ、ね。はい。じゃあね、続いてね、どんどん乗せていきましょうかね。はい。じゃあ次はね、このレスタスの下にはベーコンが入ってるんで、はい。じゃあね、このレタスの上に、はい、もう一枚ビーフパテいきましょう。はい。ビーフパテね。はい。こんな感じでね、ぐっさりとね、ぐっさりといきます。はい。こんな感じですね。おはい。おいい感じだね。いい感じだね。いい感じだね。はい。そしたらね、この上にバーベキューソースいきましょう。これね、特になんかね、レシピがあるわけじゃなくて、もうその場のノリです。はい、こんな感じでね、ちょっとね、バーベキューソースをね、軽くね、こうやって伸ばしつつですね、はい、行ってみましょうかね。はい、はい、そしたらね、この上からはですね、はい、さらにベーコンいきましょう、ベーコン。はい、アメリカンフードといえばね、やっぱりベーコンですからね、このようにね、ベーコンをね、しっかり乗せていきます。はい、これね、もうあとね3枚残ってるからね3枚にしとこう。はい、じゃこの上にね、はい、オニオンいきましょう。オニオン、はい、オニオンね、がっつりね、はい、いきますよ。こうやってね、はい、オニオンをねしっかり置いていきます。はい、あ、こんな感じでしょうかね。はい、そしたらですね、この上にね、最後のビーフパテ、最後のビーフパテいきます。はい、こんな感じでね、はい、これね、ぐっさり刺してね、はい、あー崩れた崩れた崩れた、あはい、じゃあこれね、崩れたやつはね、これちょっと上に乗せましょうかね。はい、どんなバーガーだよこれって。はい、ちょっとねこれね、修復修復修復、はい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 、修復しますよ。はい、ドーンってね、はい、それでね、この上ね、はい、上にもね、さらにね、はい、こうやってね、はい、玉ねぎをちょっとずつ乗せて、最後のベーコンですね、最後のベーコンをこのようにですね、乗せていきます。はい、これねもうかなりね、崩れそうなね、やばい感じがね、出てるんですけども、はい、こんな感じでしょうかね。そしたらね、最後のね、極めつけにね、はい、バーベキューソース、上からいきましょう。はい、ドーンとね、はい、こうやってこんな感じ、こんな感じ、こんな感じでいい、こんな感じでいいっていうか聞くなよって話なんですけど。はい、そしたらね、最後にこのバンズでね、蓋をします。はい、ズドーンと、はい、こんな感じでしょうかね。ちょっと軽く押さえましょうかこれ。はい。はい、というわけでね、無理やり感満載なんですけども、はい、肉1キロバーガーがですね、これで完成いたしました。イエイ。っていうかね、これさ、ほらここね、はい、ちゃんと串刺さってるでしょ。これがね、なんていうかね、アメリカっぽい感じなんですよね。はい、というわけでね、早速ね、実食と、いきたいと思いますね。はい、これね、ちゃんとね、無事食べられるのか。はい、今日はね、この肉1キロバーガーを食べきるまで寝られませんっていうですね、感じでございます。はい、でね、今ね、何時かというとね、今夜中の12時です。はい。このね、夜中にね、1キロのね、肉バーガーを食べるかっていう感じなんですけども、はい、大丈夫です。私ね、朝にドーナツをね、2つ食べてからね、まだ何にも食べてないので、これでね、しっかりね、ご飯をね、食べていきたいと思います。大丈夫。ちゃんとね、お野菜入ってますよ。レタスにオニオン。もう完璧でございますんで。あのね、さすがにね、これにね、あのフライドポテトをね、用意しようかと思ったんですけど、ちょっとね、まずいかなと思って、これね、食べきれるかどうかね、はっきり言って分かんないんで、そうなので、これでね、1キロ勝負、ぜひね、行ってみたいと思います。それでは、実食でございます。はい、それではね、早速実食タイムとね、行きましょうかね。はい、というわけでご用意いたしました。はい、ダイエットペプシでございます。もうね、ハンバーガーといえばね、セットになるのは必ずコーラでございますんでね。というわけでね、コーラでね、皆さんとね、1キロバーガー、これをね、乾杯したいと思います。それでは乾杯。あー、コーラうまっ。はい、というわけでね、早速ね、このバーガーですね、ちょっとね、行ってみたいと思いますね。はい、これね、ちょっとね、実際にね、拡大してね、見ていただきましょうかね。はい、いかがでしょう、このね、そびえ立つ肉、肉、肉、肉。はい、これね、かなりね、やばいことになってますね。はい、肉1キロバーガーでございます。はい、それではね、早速ね、実食とね、行きましょうかね。でね、一応ね、フォークとナイフ用意したんですけれども、これさ、やっぱ一回最初かぶりつくべきかな。ちょっと待って、これさ、持てる？うわ、重っ、超重いこれ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じ。私のね、顔と比較すると、顔のね、約ね、半分をちょっと超えるぐらいのね、高さがあるね、このね、はい、肉6枚のね、1キロバーガーでございます。はい、では早速いただきます。あー
あ、うんうんうん、あのね、うまい。肉そのものはすっごいうまいですね。うん、やっぱり、ね、さすがサーロインですね。うん、いやー、これね、どうやって食べよっか。とりあえず今ね、ちょっとかぶりついてみたんですけど、はい、どうだけかぶりついてたかっていうと、はい、肉1枚分とね、パン、それしかね、かぶりつれませんでした。もうね、これね、さすがにね、これね、あーって食べるのはね、かなりね、やっぱ無理がありますね。はい、肉1キロバーガーなんですけども、これね、本当にね、しっかり食べきれるかっていうところがね、かなり疑問ですね。はい、じゃあね、一応フォークとナイフを用意したんで、これ、どっから行こっか。食べ方に非常に困るみたいなね、そんな感じなんですけど、はい、肉1キロバーガー、これね、はい、攻略方法をですね、こうした方がいいよっていうのがあればですね、ぜひね、皆さんコメント欄にね、書いていただければと思います。もうね、私はね、ただひたすら上から食べきるだけでございます。はい。いやー、これね、どうしようかね。これね、本当にね。あ、うん、でもね、ベーコンもね、カリカリになっててうまい。うん、かなり重量あるんですよ、本当に。うん、重いもんだって。うん、あー、やばい、手がベタベタになるからタオル持ってきます。はい、一応ね、キッチンペーパーね、持ってきました。もうね、これぐらいじゃないとね、多分耐えられないんじゃないかなと思って。そう、いやでもね、このね、肉1キロバーガーね、かなりね、過酷な旅かもしれないですね。はい、一応ね、ちょっと下の方が、あー、やばい、やばい、やばい、倒れる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 、やばい。ちょっとね、頑張ってね、ちょっとね、このままね、食べ続けていきたいなっていうふうに思います。はい、一応ね、これ、どうしようかね。はい、行きましょう、行きましょう。うん、うん、味はね、かなりうまいね。うん、うん、もうやばいね、これね、ほんとにね。とりあえずさ、これさどうすんのみたいな、これもうほんとに。うん、ちょっとね、とりあえずね、がっつりね、食べていきましょうかね。もうこれ外そうかね、ほんとに。もうバーガーじゃなくなるんですけど。とりあえずね、かぶりついたんで、とりあえずね、バーガーの役目は果たしたということでね、どんどんね、とりあえず食べていきたいと思います。あー、しんどいやー、というかさ、世の中のさ、YouTuber さんがいろいろさ、はい、肉1キロ食べきるまで帰れませんだとかさ、いろいろやってるじゃないですか。そう、あれさ過酷だよね、本当にね。あれさ、時間、何時間撮影してやってんだろうってみたいなね、そんな感じしますね。うん、うん、だってさ、これ本来さね、これさ、肉のパテ1個でさ、十分お腹いっぱいになる量だもんね。そう、いや、僕ね、本来大食いじゃないんですよ。はっきり言って。うん、ああ、なんかバーガーっぽいとこ。うん、ちょっと待って、これ肉のバターって何枚ある？ 1,2,3,4,5 あー、しんどいやー、もうさ、これさ、食べきるまで寝れませんとかって言っちゃったけどさ、これ今日絶対寝れないよね。もうね、だんだんこう、目がね、こう座ってくる感じですよね。もう、あー、きつーみたいなね。そもそもなんでこんな企画やろうかと思ったかっていうと、そう、ビーフパテがね、大量に入って安かったんですよ。そう、で、これだったら家でね、簡単にね、ハンバーガー作れるなと思って、そう、それだったら、せっかくだったら肉1キロチャレンジやっちゃおうかみたいなね、そんな感じだったんですよね。あー、今すごーく後悔してますね。はい。何枚？今何枚？だって1,2,3、4枚目の、はい、4枚目の4分の1まで食べてますね。
はい、なので2枚とねちょっとね、頑張って食べたっていうところなんですけど、だいたい300330g ってところでしょうかね。はい、これでね、ベーコンも食べてるんでね、またその分もね、含めるとね、うん、やばいね。まいった、こんなに過酷な旅だと思わなかった。もうね、汗だくですよ、本当に。照明もあって、うん、あー、まいった。もうちょいベーコンいっとこうか。うん、やっぱベーコンうまいね。うん、いやあ、黄昏れてみた。いやー、はいはいはい、うん。皆さんごめんなさい。はい、肉1キロチャレンジ完食なりませんでした。はい、いやね、いや、あれからさ、あの15分ぐらい経ったんですけど、もう全然進まなくて、そう、もうね、無理ですね、本当にね。もう二度とね、もうね、二度とこんなバカな企画やんないと思う、本当に。もうね、これが最初で最後ですよ、本当に。いや、僕ね、一応ね、それなりに体は大きい方なんですけど、そんなにいっぱい食べられません、はっきり言って。じゃあ最初からこんな企画やるなよってね、そんな話なんですけど、はい、もうね、進まないんでね、もうね、この辺にね、してね、これはね、あの冷蔵庫でね、保存してね、まだね、パンがね、いっぱいあるんでね、それでね、少しずつね、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんとね、はい、まあ3食ね、バーガーしていけばね、きっとね、もう全部なくなるんじゃないかなというふうに思います。で、そう、あとね、この後ね、ほら動画編集するでしょ。そうするとね、きっとね、お腹空いてくるはずなんで、はい、そこでね、全部ね、しっかり食べきって、こうね、食材をね、無駄にしないように、したいと思います。はい、あ、結論、はい、二度とこんなバカな企画はやりません。まいったー。はい、というわけでね、皆さん、ハンバーガー1キロチャレンジ、見事ね、失敗、いたしましたけれども、はい、まあね、この動画をね、お楽しみいただければ、幸いでございます。はい、バカなことをやってね、バカ笑いをしていただいてね、はい、体を張った企画をやりました。はい、そんな感じでございますね。はい、というわけでね、今日は面白いじゃなくって、はい、俺体張って頑張ったぞって思った方、はい、ぜひね、高評価ボタンを押して、チャンネル登録をしてですね、次の動画を楽しみに、していただければと思います。はい、というわけで肉1キロチャレンジ失敗でございました。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。